はい、皆さんこんにちは。レクセン二講師の森山です。本日はですね、2018年、森山クラス出身の合格者の方に来ていただきました。自己紹介お願いできますか。はい、岡部智美です。お願いします。はい、岡部さんですね。私、試験が合格発表になった時に、ツイッターで岡部さんのこう使い回したですね、携帯使用書士を紹介したところ、すごくこう反響があって、今回もですね、その変形した携帯使用書士の方を持ってきていただいたんですが、はい、まあそういうことで今回対談につながったわけですけれども、いろいろ聞いていきたいと思います。今勉強している方、それから勉強を始めようとしている方、ぜひですね、いろいろ参考にしていただいて、自分もできるぞと、こういうふうに思っていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず司法書士の勉強を始めるきっかけってあったんですか。はい、最初は司法書士だけじゃなくて、他の資格取得を考えている中で最後にたどり着いたのが司法書士でした。はい、なるほど。資格を取ろうって思ったんですか。新卒で入った会社を半年ぐらいで辞めてしまって、そこからもう自信も何もなくて、目標を立ったり何か自信が持てればと思って資格取得を考えました。なるほど。まあ、仕事を辞めてしまって、じゃあ資格取れば力になるんじゃないかと、はい、で司法書士をこう目指したということですね。はい、で司法書士目指すときに、まあ、いろんな予備校もあったりとか、独学の方法もあったと思うんですけど、どうしてレックにしたんですか。と独学か予備校かは、もう短期でとにかく決めたかったので、まあ、予備校を使おうって決めて。あ、なるほど。まずは予備校を使おうと。はい、でいろいろ見たんですけど、一番最初に出てきたのがレックで、インターネットかなんかで。あ、そうです、はい、で大手であれば制度とかも整ってるだろうし、っていうので資料請求したのが初めです。そうですね、まあ、レック大手ですけれども、大手であればやっぱりこういろんな教材だとか講師とかも整っておりますから、まあ、それは一つの考えかなというふうに思いますね。はい、でそれでレックに決めて、まず体験かなんかしました。森山先生の体験授業に行って、もうそこで、あ、この先生の授業ならついていけるし、頑張りたいなって思えたので、そこでもう他は見ずに決めちゃいました。はい、新宿に来てくれて。あ、そうです。はい、なるほど。それで来てくれたわけですね。はい、どういうとこが選ぶポイントになりましたか。と法律に関しては全くの初学者だったんですけど、一般知識に近いような内容も一からちゃんと丁寧に説明してくださってたのと、あとはこう具体例とか漫画とか用いて説明してもらってたので、あ、これなら私でもわかるかなと思えたのが大きかったです。なるほど。はい、それで15ヶ月講座森山クラスの方にこう入ってきてくれて、一緒に勉強を始めたわけですよね。はい、で実際講義を受けてみてどんな感じでした。基礎講義の方は3時間、1回3時間なので、結構体力的に最初はきつかったんですけど、その話自体に全くついていけないっていうことはあんまりなくて、やっぱり一個一個丁寧に教えてくださったので、はい、割と楽しくはい、講義自体は聞けてました。楽しかったですか。そうですね、新しいことばっかりだったので、講義聞いてる最中はすごい楽しかったんですねなるほど。はい、あれ法律は初めてでした。全く初めて。あ、初めてでもついてこられましたか。はい、なるほど。で講義の方では楽しく聞いてくれた。そうです、ね、3時間長くないですか。長いんですけど、先生がこう一人二役やりながらこう説明してくださったり、ただ聞いてるだけじゃないので、長いなっていう感じではなかったですかね。なるほど。講義の方ではブレイクスルーテキストを使ってましたけど、今日これも持ってきてくれましたね。はい、で、こちら画面に出ますかね、ブレイクスルーテキストですね。いろいろやっぱり書き込んでありますね。こういうのは講義の中で書き込んだ感じですか。はい、先生が補足で説明してくださった内容とか、なんか後ではこういうことですね、分からなくなった時になんかこうきっかけになるようなことは残してました。あ、じゃあこう必要な知識だけじゃなくて、その思い出すきっかけになるような感じのこう、はい、まあ、雑談じゃないですけど、講義の中で言ったような、はい、そういうことも書いてくれて、例え話とかも一応残して、あ、なるほど、っていう感じでした。それ書いておくとこう、ああいう話だなって思い出せたりしますもんね。はい、はい、で、まあ、不動産特許のテキストもありますね。で、こちらの方でもやっぱりこういろいろ書いてあって、まあ、チェックなんかもしてますね。はい、覚えやすくするような感じで、はい、こんな感じですかね。で、ひな型なんかもチェックして、はい、
この色が塗ってあるところは覚えようと思ったところですかね。そうですね、薄い色は講義で指摘があったので、うんうん、さらに濃く塗ってあるのは、後からこう覚えられなかったりしたところだったです、はい、なるほど。これは何回も読んだり繰り返したりはしました。講義で聞いて理解できたなとか思った時もやっぱり覚えられないですよね、うん、なんか理解 したなって思っても次戻ってきたら時間が空いてるともう全然忘れてることもあったので、繰り返してました。なるほど。でうまいこうテキストの使い方とかってあります？私はできるだけテキストの題名、うん、タイトルとか項目の章を読んで、うん、その項目で何が大事かとか、要件とか思い出せる限りの知識をまず思い出してから読み進めるようにしました、うん、なるほど。そうするとテキストを見ながらこうインプットしていくぞっていうよりはもうできる知識をこうアウトプットしていく感じですね。そうです。そうすると過去問使わなくても、まあ、過去問を使ったんでしょうけれども、はい、過去問使わずにテキストもアウトプットの教材にできるということですね、はい、それ結構うまくいきました？そうですね、思い出すっていう時間ができるので、うん、覚えたつもりで次に進むことが多分少なかったと思いますね、うん、あ、なるほど。覚えたつもりでこう実は覚えてなかったってことがないように、はい、それすごくいいですね。やっぱりこの試験って覚えることが非常に多いですから、うん、理解することも大事ですけど、それは楽しいんですけど、ね、それを頭に入れていくってすごく大事ですね、はい、それをどのように工夫していくかってことが非常に大事で、私も講義でよく言いますよね、はい、秋から逃げるなと。おっしゃってました、うん、ですからそれをしっかり覚えてもらって、そういう方がやっぱり合格できるなって感じですね。で、岡部さんのツイッターでこの対象書士の方、紹介してこう反響があったわけですけれども、はい、こちらもだいぶこう使い込んでますね、うん、で、まあ、通常の携帯使用書士が、まあ、こういう薄い教材なんですけどもだいぶ太っちゃってだいぶ吸収してでいろいろもう全部こう入れてくれてるわけですね、うん、こちらも同じようにタイトルだけ見てなるべく思い出そうとした感じですか？そうですね、講義の内容を思い出しながら、うん、こう思い出せる内容は一回書いてみて、っていう形で今日テキストみたいにやり方で思い出しながら使ってました。それはすごくいいですね。思い出すというのも赤シートとかではなくもう全部空で思い出せるように。最初は空で思い出して、うん、書けるとこ書いて、でその後赤シート使って細かいところを見るようにしてました。これ何回ぐらいやりました？多分しっかり携帯司法書士の時間って取ってやったので10回15回とか、はい、あとはちらちらこう隙間で見てるのも含めたらもう少しいってると思います、はい。まあ、これすごいですね。やっぱり何回もやらないと頭入らないですね。暗記のコツってやっぱり繰り返すことですもんね。もう、うん、繰り返したからいけたのかな、と思います ね、 そうですね。やっぱり講義の復習としてこれ役立ててもらって、はい、どういうふうにこう、まあ、知識がこう集約されていて役立った感じですかね、うん、そうですね、うん、一番絶対落としちゃいけないところがどこかっていうのが、最初は分からないので、ここだけはせめてと思ってできるので気持ちも楽でしたね。あ、なるほど。なんかすごい使われてますもんねでこれあれですね、講義で言ったようなやっぱり例え話なんかも全部書いてある感じですね。そうですね、一応、うん、いや嬉しいですね、書いてくれると他にも過去問なんかも持ってきてもらったんですけど、はい、やっぱり過去問っていうのは受験生の共通財産とよく言われますけれども、やっぱりこう繰り返しやることが大事だと思うんですが、過去問もこうやってこれ合格ゾーンをこうちぎって、はい、そうです、いつも持ってた感じですか？なんか電車とかでも何問かだけこう解けるような時間がもったいなかったので、うん、持ち運べるようにファイリングしてました、うん、やっぱりこう隙間時間を使っていくっていうことですかね。そうですね、電車に乗ってる時間とか電車とか、うん、あとお料理してる時にちょっとちらっと見るとか、うん、あ、なるほど。あ、これあれですか、繰り返した回数が載ってますけど、そうですね、やっぱり過去問何回も繰り返した、うん、直前はテキストの方がメインだったんですけど、うん、あまり離れないようには過去問もしてました。やっぱりそのインプットアウトプットのバランスってすごく大事ですね、はいはい、だからこうアウトプットの過去問だけではなくて、それテキストに戻って、しかもテキストでインプットやってたってことですから、はい、まあ、非常に効率よく勉強できたかなというふうに思いますね。他にも私の書いた本とか使ってくれていたんですか？合格メソッ
あ、合格メソッド。あと解放の解き方の本と、の本、はい、暗記本と、はいはい、全部読んでます。ありがとうございます、はい、全部使ってたんですね、はい、それはどういう時にどういうふうな感じで使ってました？と解放の本は、模試とか始まるぐらいに読んで、合格暗記本は、語呂合わせの、そうですね、うん、ちょっと隙間に見て、うん、で合格メソッド、小野さんの勉強法は最初に読んで、ちょっと自分のやり方で合ってるかなって不安になるような時に読み返して、やる気にしてました。小野さんの講演会にも来ていただいたんですよね、はい、うん、それからこうやる気出して自分も受かるぞと、ね、はい、そういうことですね。このようにレックの基礎講座の方で、勉強していただいて合格できたということですね。でこれからもう勉強して受かるぞという方が見てると思いますけれども、はい、メッセージとかあればお願いします。簡単な試験では確かにないと思うんですけど、うん、先生の授業で教えてもらったことをきちんとこうこなしていけば難しくないというか、たどり着ける試験だと思うので、まあ、今までの小野さんだったり長浜さん、はい、こう合格者の方のメッセージとか見て最後までやり抜いていただければなと思います。で岡部さんの、ね、話を、やる気出していただけると思いますね。そしたらもっと嬉しいです。はい、やっぱり合格者の方というのはこう誠実に勉強してますし、この教材見てもやっぱり一生懸命こうやるべきことを確実にやってるなっていう印象ですね。ぜひ皆さんも岡部さんに続いてですね合格を勝ち取っていただければと思います。岡部さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。